はい、でどうもこんばんはで、ね、天形剛アウチ。今日はねちょっとこの何マイクセッティングをしてないっていうところでね撮りますけどね、今日はまあまあの 50%60% ぐらいの充実というところで、まあハーレーだけのお遊びができなかったというところで、明日ですねに繰り出した晴れやったら出動したいというところでね、今日はリルクの例の1ヶ月1回のねアレルギー注射っていうところでね、もうかわいそうにガタガタガタ溢れてました。やってきて、でレオ風呂シャンプーをねぶわーして、で休憩したら多分もう弱い気持ちがね流されるようにね、また筋トレスライドとなると思ったので、即もう休憩せんとすぐやりました。順調に上がっております。80キロ、12回、連続12回ぐらい上がりました。で、最後またスタートの45キロをまた41回ということで、もうプルプルになりましたけどね、やりました。また来月、今年最後の12月、もう目いっぱい行って、さあな、来月は85キロに上げましょうか。で、また来年へとつなげていきましょう。55歳、いきますよ。こんなもん、60までやりますから。ってなところで、今日はそんなとこか。また明日、どんなことに出会えるのか、また繰り出していきたいなと思います。いきますよ、本題。あまりべしゃだね。あかんってとこで。これ D、やってます ?D。いきましょうか。あなたの名前を呼ぶ、早く帰ってきてよと、二人でいる時はなんともないけど、一人の時はやっぱり辛いのです。あれだけ約束したのに、さよならなんてずるいよ。二人で暮らすことに疲れたならば、去ってく前に話してほしいかった。外はコンコン木枯らし、私の心も風にさらされて、もう待ちました、待ち疲れました、待ちくたびれました。いつもの寄り道、戻り道、お金に困った時でも、夕食の支度するのに、なぜか楽しさまで感じてました。一人の今はなぜか喉に使えます。あなたの作った歌を一人口ずさんでます。私今頃あなたが分かってきました。私に対する思いやりみ
外はコンコン木枯らし私の心も風にさらされてもう待ちました待ち疲れました待ちくたびれましたいつもの寄り道戻り道もう待ちました待ち疲れました待ちくたびれましたいつもの寄り道戻り道はい、おぎこんなんいうところで大きなりました。明日もやりますよ。ロックの風に感動してくださいよ。バイバイ。朝早起きできたら寝起きのいうやつできたらやります。これは分かりませんけどいうところでまた長野食堂も今日はちょっと長野食堂できませんがまたできるときは長野食堂もやってツイッターでね飛ばしてみたいかなと思っております。ありがとうございました。おきにまたやります。バイバイ。ごきげんよう。